敵の行動を監視するため地中海方面を哨戒中の第4艦隊が敵の奇襲を受け全滅した。沈没した駆逐艦の送信していたデータから攻撃を受ける前にエリアキロ90に不審な影が現れていたことが分かった。直ちに出撃し警戒に当たれ。レーダーに不審な影が現れたのはこの空域だ。警戒しろ。空中艦載機アイテールよりスパロー隊レーダーコンタクト。そちらから3時の方向低空を高速で移動する機影あり。おいでなすったか。第4艦隊を沈めた化け物とやらを見物に行こうぜ。白いなあ。表面硬化抑止か。ダークコンドルとは違う機体のようです。機体上部にレーザーです。真後ろなら奴の死角に潜り込めるはずだ。近接防空システムか。厄介な。さあこれじゃミサイルが全部防がれちまう。ガンガン打ち込め。同時に対処できる数は多くないはずだ。防御システムも減ってきたな。そろそろエンジンを潰して終わりにしよう。ダメです隊長、エンジンが走行化されてます。これだ止まりません。何か奴を止める方法は。そうだ、尾翼を集中攻撃すればバランスを崩して墜落する。よし、尾翼を集中攻撃だ。尾翼撃破。尾翼が離れる。ぶつかったらおだぶつだぞ。上昇だ。上がれた後に言わないでくださいよ。なんて爆発だ。相当の弾薬を積んでいたようですね。巻き込まれなかっただけラッキーか。バローダイ敵の撃破を確認した。ご苦労だった。起動せよ。漆黒の巨鳥は落ち、純白の巨鯨も沈んだ。だがまだあの海には殺意が潜む。切り裂かれた海、その中に隠れている灰色の殺意の正体は。次回この海原に翼を沈め、スパロー隊の戦いは